まあ真実っていうと、まあ、本当にその一体何が真実なんだということってありますよねでも、まあ、まあコナン君とかに言わせれば例えばね真実はいつも一つってありますんでまあ、その通りだと思いますねだから真実はやっぱり一つっていうのは確かに間違いありませんで,でもその真実がですね実は闇の中に隠れてる可能性も確かにあるかなという気もします でやっぱりその闇の中に隠れてるんですけどやっぱり真実は一つでその真実をわかるためには意外とですねあのうーん例えばある人が石を道端の石をいつも磨いてたとしてでも他の人にとっては一体その道端に落ちてる石を例えば磨いてるのが一体何の意味があるのかってなった場合でも本人には多分何か意味があってやってるんでしょうね。 で例えば「それ何やってるんですか?」って聞いた時におそらくまあこうこうこういう理由で磨いてるんですとかって言った場合にでも「いやそんなことはどうでもいいんじゃないですか」とかで、ね「信じられませんねそんな話は」とかって言ってそのバカにするのは簡単なんですけども意外とそれが真実かもしれないですよね。だから大きな苦難も、まあ、ほとんど99.9%、まあの方が信じてないんで例えば5つのことやってくださいって言っても、まあ、できる方の方は当然少ないですし。 あの武装してくださいと言ってもまあできないし当然そういう方に高次元とのコミュニケーションを取ってくださいといったところで何なんですかそれはとなってですねやってくれるはずがないですよねでもやらなきゃいけないのが真実なんですよこの大きな苦難に関しては。でそれをやらないと助からないということをいくら言っても99.9%の方はそれが真実だと思ってないんで。 当然やるわけがないってことないとこんですよだから闇の中に隠れてしまっている部分を自分としてはですよ、まあ、個人ですけどできるだけ引き出そうと思ってですねこう動画にしてるんですけどもでもやっぱり、えー、どうでしょうかもう本当に99.999999% 99 99 99の方にはあの理解していただけないということですねでまあこの「もたきチャンネル」のやってることはあの頭がいかれたですね親父がですねあの バカなことをやってるということだけで終わっていってしまうんですけどでも本当にそうなのかなと思ってあのもう自分はいろいろ準備してますけどね当然言ってる以上はで当然大きな苦難に備えてます例えばもうそれいつ来てもいいようにしてますででもそれが自分の中では真実なんですけどもその真実はやっぱり闇の中で隠れてでその真実を闇から引き出して言ったところでやっぱり誰も信じてくれないんですよね まあ、えまあそういったことがありますねだから何が真実なのかっていうのは、まあ、ちょっと闇の中に隠れてるまあでもやっぱり真実は一つってことですねでその闇の中に隠れてるんであのいやこれは真実ではないとこっちの方が真実なんだというようになってると思ってますねまあとにかく最終的に自分が言いたいのはですねあの真実は一つっていうことは確かです ですから大きな船に向けて何やらなきゃいけないかっていうと5つのことをしっかりやっていただくってことになります。で特に今月はその中でも高次元とのコミュニケーションにあの重点を置いていただきたいってことですね。でなぜその重点を今月置かなきゃいけないかっていうのはまあもう流れ読んでる方には分かっていただけるんじゃないかと思います。え今日は以上ですありがとうございました